愛知県に大雨警報と洪水警報が発表されました。発表されたエリア確認していきましょう。愛知県豊川市に洪水警報、そして蒲郡市に大雨警報、浸水の方が発表されました。ここからはですね、いただいたリポートを紹介していきます。愛知県蒲郡市の方からいただきました。ゲリラ豪雨で道路が一気に冠水し、川のように流れています。車が立ち往生してしまいましたということです。このように道路が冠水し、車の運転などもですね、難しい状況になっているということです。またですね、建物の方に浸水などする可能性もありますので、今一度ですね、安全な場所へ移動するようにしてください。ここからは1時間に降った雨の量ランキングで確認していきたいと思います。1位から3位までが愛知県となりまして、先ほど警報が発表されました蒲郡が1位で47ミリとなっています。1時間に47ミリということで、激しい雨の降り方であることがわかります。さあ、この後のですね、雨雲の動き予想を確認していきたいと思います。愛知県内活発な雨雲が広がっていますが、だんだんと南へと南下していく予想となっています。ただですね、各地にこういった活発な雨雲があるということで、この後も広い範囲で局地的に強い雨をもたらしそうです。この後もぜひ最新の情報、お天気アプリウェザーニュースの方、雨雲レーダーからもこういった予想を確認することができますので、ご活用ください。